最近再び重要視されるようになったのが敵基地攻撃能力ですが、これはどういうものなのでしょうか。今回は日本の対中政策最前線について詳しく見ていきたいと思います。中世以前、古代から大陸とつながりの深かったのが日本の最南端の沖縄ですね。そのつながりを無下に断ち切ることはできないとは思います。しかしその考えは変えて、強い態度で中国に向かうべきだという意見が多くなってきているのです。と言ってもこうした意見は多くが本土の急進派ですから、アメリカ軍基地と合わせて何も知らない本土の人間が勝手なことを言わないでくれという思いの方もいるはずです。2012年、平成24年から中国政府が発行するビザに九段線が印刷されるようになりました。この九段線というのは、1953年、昭和28年に中国と当時の台湾政府の間で勝手に地図上に引いた破線のことです。60年近くの前の取り決めを持ち出したのには、当然理由があります。これを中国が南シナ海における海洋権益を一方的に主張する根拠にしているのです。中国は南シナ海の各島々の領有を主張し、そこに基地造成を進めています。その海洋進出は露骨で、しかも強引ですから、友好関係にあるはずのロシアと北朝鮮の2国以外の西太平洋各国は、そのあからさまな行動に危機感を覚え、野望を阻止すべく、それぞれに動きを見せています。日本は、尖閣諸島領有権問題が一番のネックなのですが、日本領であるこの諸島の接続水域や領海に侵犯してくる中国海峡局艦艇と海保巡視艇との激しいせめぎ合いが、ほぼ毎日のように続いているのです。警告しても聞き入れるべくもなく、逆に漁船などが危険にさらされることもあるのです。中国の動きはそれだけではありません。ここ数年は台湾の防空識別圏に中国軍機が堂々と侵入挑発行為を行っています。いわば覇権主義中国の野望と、それに対抗するアメリカ、日本、それに同調する西側諸国の軍事的活動により、南シナ海、東シナ海、フィリピン海など、西太平洋の全域が、一触即発の緊張状態にあると言っても過言ではないでしょう。そんな中国が、東シナ海に設定した防衛ラインが、第一列島線と呼ばれる軍事的戦略上の境界線です。これは、対アメリカを想定した防衛ラインですが、この中には九州南海上から台湾まで連なる沖縄諸島やトカラ列島、奄美諸島などを含む南西諸島が入っています。もちろん中国がことあるごとに手を伸ばす尖閣諸島もです。この第一列島線が発表された当時は大きな問題になり騒がれたものですが、最近は一般にはほとんど知られていないようですね。つまり、中国はアメリカと対決する事態になった場合は、日本領である南西諸島を防衛線と対峙し、その内側にアメリカ軍や日本の自衛隊の艦船、航空機などの侵入を阻止すると宣言しているということになります。何度も言いますが、勝手に決めた第一列島線には、日本領が含まれているのですよ。他国の領土を勝手に自国の中に取り込んだかのような防衛ラインを決めているということの意味は、アメリカと戦争状態になった場合、中国は西南諸島を自軍基地として占領し、アメリカ軍を阻止すると主張しているのと同じ意味ではないでしょうか。
先日、中国海軍とロシア海軍の艦艇10隻余りが、日本海から津軽海峡を通って、太平洋に抜け、伊豆諸島と小笠原諸島の間を通過し、九州の大隅海峡を抜けて、東シナ海に入るといった、示威航海とも思われる航海を行いました。津軽海峡と大隅海峡は国際海峡なので、外国艦艇が通過できる、航海部分があります。ですから、中国海軍とロシア海軍が、航海部分を通ったこと自体は、何ら問題はないわけです。しかし、日本近海を軍艦が通過するというのは、気分のいいものではありませんよね。対岸からは、裸眼でも、その姿を捉えられる距離ですからね。日本、アメリカ、オーストラリア、インドによるクアッドや、先日発表された、アメリカ、イギリス、アーストラリアによるオーカスなど、半ば軍事同盟のような性格を持つ保障体制は、明言はしていなくても、対中国共同包囲網ということが、丸わかりです。この新しい枠組みに反発する、中国とロシアが、牽制というか、示威行動をしたと考えられます。日本としては、決して容認できるものではありません。と言っても、日本国内は、ちょうど衆議院選挙を控えた時期でした。この二国の威嚇航海があまり大きな話題にはならなかっただけでなく、選挙の争点にすら挙げられなかったことは残念でした。それにしても、北朝鮮といい、中国もロシアも、日本で大きな選挙がある時期を狙ったかのように動きますよね。偶然なのか、タイミングが良すぎるということは、密かに通じている何かがあるのかと勘ぐってしまいたくなるのは筆者だけでしょうか。このような他国の動きに対して、現場である防衛省と政府は、着々と対応策を考えているようです。防衛省は、射程百数十キロメートルの人に、意識地対艦誘導弾の長射程化開発を急がせているそうです。この誘導弾は、重装輪車両の発射塔から移動しながら発射できるそうです。防衛省は、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型として、2022年度までに、射程を、900km まで延伸するための開発作業中です。このミサイル部隊を南西諸島に配備して、この島々の占領を企んで押し寄せてくるだろう、中国艦隊の備えに当てようという考えです。人に、意識地対艦誘導弾改めは、最終的には、1500km まで射程を伸ばすことを目標にしていますから、中国本土の基地までも、射程に収めようという考えがあるといいます。こうした長射程ミサイルを所有することで、中国軍の艦隊地、空対地ミサイルの射程外から攻撃できるスタンドオフ能力を持つことになります。こうした動きの中で、安全保障の最前線活動事者でもある南西諸島の人たちですが、奄美大島の地元でも、こういった動きに対する反応は、薄いそうです。奄美大島に第302地対艦ミサイル中隊が配備された時には、奄美大島は安保の最前線と言われるが、そういう現実感はないという意見がありました。逆に、部隊配備による経済効果の方が大きいようです。莫大な受注金額での建設事業があるので、人手不足と言われるほど、地元は潤っていると思われます。もちろん、もろ手を挙げて歓迎する人だけではありません。基地があれば攻撃目標になるので、島にミサイルが撃ち込まれたりするかもしれない。航空機の空爆や艦艇の艦砲射撃などもあるかもしれないと、
警戒する人もいるのです。こういった反応は、アメリカ軍や自衛隊が新規に基地を置く場合には、必ず聞かれる意見です。では、基地がなかったら、島の住民は何の心配もなく安心、安全で生活できるのかといえば、決してそういうことではないようです。前述の通り、中国は奄美大島を含む南西諸島を対アメリカ軍防衛線と位置づけていますから、一朝有事の際は、これらの島々に先制攻撃を仕掛けて占領することは明らかです。基地があろうがなかろうが、中国軍の基地が造成できる面積の島は、すべて占領されてしまうと、覚悟することも必要でしょう。西南諸島に配属される地対艦ミサイル部隊は移動できます。有事には、島内の人里離れた山岳地帯などに移動して、敵からの攻撃を避けることもできるはずです。この事実は、中国軍も熟知していますから、基地や駐屯地への攻撃があったとしても殲滅のような大々的に攻撃することはないだろうと推測されます。つまり、一般市民を狙う無差別攻撃は行わないだろうと推測されるのです。基地をピンポイントで破壊すれば、住宅地に使うミサイルを節約できますしね。琉球と呼ばれていた沖縄は、鹿児島藩と当時の中国双方から搾取されていました。将来、中国軍に占領され、悪夢再びとなるのを避けるためには、島の自衛隊基地設営に協力するべきだという意見もあります。軍事大国中国が、迂闊に手を出せないレベルにまで、基地防衛力を高めることに協力することを考えるべきだという意見も。しかし、これは、沖縄だけに要求すべきものではありません。本土でも負担を背負うべきです。最前線の沖縄にだけ忍耐を強いたのでは、太平洋戦争の時の沖縄玉砕の悲劇を繰り返しかねません。こういった時こそ、日頃、中国はけしからん。日本は、強い態度を示すべきだから始まって、中国の人たちを口汚く罵ることもある、急進派の国会議員さんの地元に基地を移転してはどうでしょうか？